ですね、2017年の4月11日、今日で配信、4周年アニバーサリーです。今、イエーイ。18時59分です。5年生になりました。ピーって何？ああ、それなるのか。それ嫌いだわ、ご俺。めんね、これ、どうした？1ち時ま間き？おきにピーピーなんの、それ。そう。どこのメーカー、それ。安いメーカなんていう時計。ー。どこだかわからない時計。はよー。あ、ハートありがハートありがとう。とう。30個もありがとう。ちょっと気になるんだよ、そのピーってなんのね、これちょっと奥、てか、モンスター買いついでに、カバンにしまっちゃそうだね。その時計はないう。うん、わ。わかった。何？飯も得意なの？料理も。解放は。得意っバカてあいうりがか、とう。作らざるを得なくなっおお、て。花火ありがとう、ノブさん。あー、ナミありがはー、ありとがとう。う。解放痩せた？今なんか、ち日一ょっ日とで。痩せたよね、ちょっとなんか。今日てか、俺も痩一日せたよね、なんか。で。やつれた。いや、今日多分俺歩いたからすぐ痩せんの俺。ああ、今いい日顔ね。細いよね、俺。解放もなんか細くなって。いや、もうか、おおー、ナミニャー、ありがー。ありとう。がとう、プにゃクん。プクぷくぷー。ぷくぷくー。ありがとう、ー。にゃニャン。んだ。そこはね、ドレさんのやつはちょっと和道バージョンも考えていかないとね。え、それはワドさんじゃなくて、どれさんドなレの？さんのやつは、ぷプくクぷプー、くありは。がとう、ニャンは。モンスター買ってくるよ。モンスターで KP いや、しよ俺、あるよ。コーヒーあるからいいよ。う。あ、ブラックが飲めねえん飲だ。めないの？ブラックだとね、ちょっと飲めねえから。う俺、ちょっと、解放の、こと考ん。えるわ、もっと。もっと考解え放をる。見誤ってたっつか、ちお。ょっと、見誤ってたっつか、う若ん。干見下してたみたいなとうころがあるわ。ん。まあ別にいいさ、いいさ。かなうん。り、90度ぐらいから見下してた。90 解放は、スタメンになれる素材かもしれないから、度？おう。ちょっと、いろいろ解放のこと考えていくわ。仕事中、ありがとね、ナミヤ、仕事中に花火。そうなんだよ、マナヤ。風邪ひいてんだよ、俺。風邪直しに帰ってきたんだけど、全然治んないんだよね。解放いいやつだな。見下してないでしょ、全然。やめて、そういうこと言うの。モンスターって1個いくらで買えるの？1個210円かな。210円。じゃあさっきのギャランティーで買えるかな？あ、特命さんはどっち？帰ってこれんのか。大丈夫か。すげえな。マジで部屋綺麗なんだけど。このハットよくね？もらおうか。このハット、俺めちゃめちゃ似合わねえ、これ。めちゃめちゃ似合うんだけど。そうだろう。解放すげえな。俺ね、沖縄でハット選んで全然似合わなかったのにめちゃめちゃ似合うじゃん、これ。しかも白黒だし。解放をもっと、解放の配信力。いや、仕事ができるやつはね、配信できるから。解放の帽子。仕事ができるやつは、あれできるから、解放が、ちょっと解放が生きる配信をしたいね、ちょっとね。解放の、もっと可能性を試していきたい。解放のスペックを俺は見誤ってた可能性があるから、そう感じない？ちょっと。あれ、こいつもしかして、まだいけるんじゃねえか、みたいな。こいつまだ、もしかして、ミュウツー倒せるんじゃねえかって気がしてきたよ、これ。可能性を感じた。そう、オーキド博士に預けてたんだけど、ちょっと、スタメン落ちしてたんだけど、可能性の塊だわ。なんだこれ。汗も、いて、プチって潰れたって。ちょっといろいろな可能性、もっと歌唱力とかも知りたいし、歌唱力とかダンス審査とか、いろいろやろう。解放のこと。解放企画やるわ、俺。決めたわ。解放誕生日いつって言ったっけ？解放誕生日いつって言ってた。近いでしょ？
誕生日になんか企画やろう。解放の。で、解放を街に放り出して、で、もう、あれだ。解放の何ができるのか、何ができないのか、全部確かめよう。もしかしたら伝説のポケモンなのかもしんないわ。ハートありがとう、なおちゃん。こんばんは、ゆき。街に繰り出してね、ちょっと、野生のポケモンと戦わせよう。何ができるんだ、あとは解放は。料理がまず、まだでしょ ?4 月27でしょ、まだ時間ある。そう、俺が全力を出す。審査いらっしゃい。俺が全力を出して、ちょっと、レベルも上げないといけないから。よし。じゃあ、解放になんか、今度プレゼントを買ってやろう。なんか、武器を買ってやろうか。何が必要、解放は。まず、配信機材何持ってないの、あれ、早いな、帰ってくんの。お帰り。おはようございます。早いね、帰ってくんの。モンスターじゃなくていい？モンスターじゃなくていいって、俺コーヒーあるよ。全然大丈夫だよ。いや、冷えたやつの方がいいと思って。まだ分かってねえな、俺のことを。あれ、うん、ありがとう。いいよ。座っていいよ。知らなかった、うん、いい。うん、ちょっと解放、そう、俺は解放のことを全然できない女だと思ってたの。正直。解放のことを、うん、ただ、ステッカー買うおばさんだと思ってた。正直。ステッカーおばさん、うん。ステッカー買うおばさん、ただの、うん、ステッカー買うでかいおばさんだと思ってたけど、全然違かった。すごい、俺は解放のステータスを見誤ってたわ。うん、おみそれしたわ、マジで。あ、じゃあ、いちごミルクです、うん、私。えい、ケピー、ケピー。ケピー。なんで痩せようとしてんのに、そんな、最も太るものだよ、それ。だって飲みたかったのに。今、いいけど。可愛くてさ。いいけど、解放全然私ご飯食べないのって言ってたけど、あのね、知らんだよ。太るやつって太る才能があるの。あの、メニューの中で最もカロリーの高いものを選ぶ才能があるんだよ。うん。エリちゃんこんばんは。ちょっと待って、解放。うまい。解放、配信機材で持ってないの、何持ってない？あ、すごい。これから配信者で有名になるわけじゃん。捨て頃に出るってことは。うん。でしょ？私、スマホだよ。で、今日。スマホ配信がメイン。メインで、うん、パソコンは持ってなくてっていうか、うん、G4、昔の G4 があるけど、うん、DVD 再生機になってて。DVD 再生機、 G4 じゃ配信はできない。うん、いいよ。じゃあ、じゃあ、配信機材で、まずスマホ配信なのね。うん。モバイルバッテリー持ってる？持ってない。持ってない。広角レンズは持ってる？まあ、さっき見っけてくれるって言ったから持ってる。じゃあ、広角レンズはあげるでしょ？うん。あ、シンさん、解放。ひらがなで解放。誰か解放のプロフィール、URL 送ってあげてください。じゃあ、広角レンズはまあ、100円の俺のやつがあると。うん。バッテリーないのね。うん。あと何が必要だ、広角レンズでしょ。あ、スマホスタンドは、要は、解放いつも角度がわかんないでしょ。わかんない。あれみんなクリップで止めるのね。スマホスタンドは、うん、持ってない。持ってない。うん、じゃあ俺が、今日の俺に、うん、あ、今日時間ないのもう。いや、あるよ。ある。うん。じゃあ新宿の街に繰り出して、うん、スマホスタンドプレゼントするわ。本当に？うん。いや、配信者として、ちょっとどうなっていくのか見届けないといけないから、やっぱ配信機材は先輩からプレゼントするのが礼儀じゃね？マジで？いや、ちょっと。だって、俺が配信今日4年前に誕生したわけでしょ。だから、佐野の孫だからね。うなちゃんマンの孫に当たるわけだから、そう。佐野イズの一子相伝していくわけだから、うん。スマホスタンドとバッテリーどっちがいい？うん、どっちがいいかな。スマホスタンドとバッテリーどっちかだね、まずはね。そう、配信機材をプレゼントしよう。じゃあ、どっちかは、私、買えるかな、お金。どんくらいするの？じゃあ、俺がおごるの。俺がプレゼントする、それは。だから、先輩配信者として、やっぱり、うん、そこは、いろいろあるんだ、こう。俺も先輩とかリスナーさんから、こう、支援されてたから、うん、やっぱり、道具は使うわけじゃん。仕事道具だから、うん、うん。解放の仕事道具を俺が買いに行くんだよ。え、じゃあ、スタンドかな、うん、スタンドか、なんだっけ、うん、バッテリーだったらスタンドの方がいい。うん。いや、バッテリー自分で買おうかな。じゃあさ、高いかな、いいよ。うん。バッテリーは3000円ぐらいだと思う、アマゾンとかで。うん。
アマゾン、私でもアマゾンで買い物してる、リスナーさんが教えてくれるよ、大丈夫だよ、うんうん、花火ありがとうございます、うん、花火ありがとう、ディシッツが、まあ俺のポケモンだからな、うん、バッテリー、あ、サボさん買ってくれるって、ほら、よかったじゃん。マジで？あ、嬉しい。ほら、サボちゃんに買ってもらえ？あ、え、サボちゃん、ほんとに？よかったじゃん。じゃあ、スタンドは俺が選んで買ってあげる。これで間違いないっていうやつ。うん。いや、ありがとね。スマホは俺が買って。サボちゃん、サボちゃん、ありがとう。え、じゃあ、送り先とかね、LINE で。LINE っていうか、サボちゃんだったら DM 来んじゃないの？わかんないけど。あ、DM で、よかったな。逮捕、括弧、7月27日生誕祭って書いてある。うん。カカありがとう。カカさん。5年目だよ。みんなよろしくね。カカさんね、私んとこも見に来て。うん。欲しいものリストって、あ、逮捕、ネット音痴なんだよ。うん。ネット音痴なの。住所を、あれだよ、うん、サボちゃんに伝えて、うん。もうそしたらサボちゃんがもうパパッとうまくやってくれるから。え、じゃあ住所教えるやり方教えて。DM、ツイッターの DM 見てる？ DM 見てるよ。じゃあサボちゃんから DM 来るよ。あ、ほんとに、うん、あ、4件、3件。大丈夫、大丈夫。もう、サンタさんみたいなもんだから、サボちゃん。サクッとらさんから来てる、うん。サクッとらさん。うん。カーフォー怒ってないから安心してって。うん。うん。スマホスタンド何がいいかな？今何時だ？静か、まだ間に合うな。やっぱり綺麗だよ。だってミーコ7時間、ほんと愚痴一つ言わずニコニコ笑顔で汗を垂らしながら、俺ほんとにゴミ1個どころか物1個も触れてないんだよ。うん、これはすごい。こんなすごい女を見たことないよ俺は。うん、うん、俺が何言いたいかって言ったら、綾香最低だなって話だから、ほんとに。あの、大衆、和道のこと好きすぎるとか言ってて、大衆演劇に毎日通ってる、アル中の女最低だなって話をしてんの。わかる？うん。部屋めちゃめちゃ綺麗だよ。ちょ、あやか説教しに行かねえとな。マジで。うん。スマホスタンド。どんなのがいいかな。多分、でかいスマホスタンドはまだ早いような気がすんの。卓上のスタンドとグリップできるやつの方が良くない？どう思う？あのさ、あ、ごめんいらっしゃい。あの、なんだ、深夜っちょとかの外配信やるの結構。いやいや、だいたいお家配信。で、たまに外。こんな感じ。たまに外でこうやってやる、うん。ちょっと待って、キューピーさんが定期やめてください、ちょっと。キューピーさん、あの、定期、大丈夫ですよ。誰だ、お前、キューピーさんにスタッフやらせてんの。おい、キューピーさんに、お前、定期とかさせんな、お前。超恥ずかしいわ、なんか。誰だ、キューピーさんに。おい、ふざけんなよ。なんかすげえ気まずいから、キューピーさん定期とか恐れ多いだろう。うん。ぜひ、ハドリューのメンバー募集中。アイテム投げまくってください。どんな喋り方なの？登録してください。URL。仕事の依頼ご支援は、プロフィールをご覧ください。怖い。うん、ちょっと。誰だ？うん、ありがとうね、ニアと。キューピーさんお疲れっす。ありがとうございます。じゃあ、スマホスタンドね。うん、で、なんか次、なんか例えば閲覧がさ、50に安定するようになったりとかさ、ああいうでっかいさ、うん、こういうの、こういうのもあるから、うん、こういうのは多分ね、まだ解放が使い切れないと思うの、これ。切れない。そう、多分。で、クイックルワイパーの畳み方も知らないんだもん、私。だから、その、卓上スタンドって言って、うん、あの、テーブルに置いたりとか、うん、あと、こう、グリップして持ち運べるやつ買おう。あ、うん。それを俺がプレゼントする配信機材。ありがとう、うん、で、配信機材、俺、機材うるさいから間違いないから。うん。うん。ね、ほら、のんちゃんの絵もね、うん、飾ったの。そう、のんちゃんの絵も飾ってくれてありがとう。のんちゃん喜ぶよ。のんちゃん生きてったら喜ぶよ。生きてるよ。生きてんの？生きてるよ。生きてたか。勝手に死なせないでよ、のんちゃん。私、のんちゃんお友達だと思ってるから、もう。のんちゃんは、カイホのこと大嫌いだよ。だって、バービーボーイズ一緒に歌ったんだよ、うん、私。すごい嫌いだから。そんなに嫌いなの、うん、私のこと。汚
してたかと思った。部屋の片付け終わったところじゃないよ、ほんとに。顔、うん、テッカテカだね、私ね。うん。オッケー。グリップタイプがいいのかな？どっちがいいんだろう。まあ、とりあえずスマホスタンドの安定感のあるやつ買おう。安定感のあるやつ。これ。そう。スマホがどこだっけ？これは、アンドロイド。アンドロイド。でも画面でっかいから。こうやって縦型で配信してる？こうやって。で、100均の、こういう、ひなああ、ダメダメダメ、そんなのダメ。ちゃんといいやつ買う。こうやってこうやって。ああ、ダメダメ、だからだ。わかった。俺が選んでやる。ほんと？ちゃんとしたの。うん。それで、こういう風に、くの字になってるやつ。ダメダメ。要は、こうやって寝かせて、こうやってやるやつでしょ。そうそうそう。こうやってやるやつでしょ。そう、そうなんだ。楽しいな。楽しいな。俺が、バッチリのやつ見つける。うんだからさ、うん、さっきギャラがさ、3日った100円とかで、あれだって言ってたのに、うん、スマホスタンド買ってくれるの、うん、そんなに太っ腹でいいの？じゃあ、俺は、もう、やっぱ才能なら配信者は、付き合っていきたいから、うん、やっぱり。だって1年目でしょ、解放。1年目っていうか、1ヶ月目だね。1ヶ月目でしょ。うん、1年生だから、俺5年生だから、うん。うん。やっぱ上級生として、やっぱり。うん、俺もだって、配信。うん、そうだよ。5年生。そうだよ。俺だから、うん、15年生にパソコンぶっ壊されたから。にゃ、うん、そう。やっぱ先輩から可愛がられるそういうことだから、おめえてめえこの野郎って何やってんだお前よつって。何しんとんだこの野郎バシャンつって、俺はパソコン、リスナーさんからもらったばかりの、初めてのパソコンを1ヶ月でぶっ壊されたの。え、それうなちゃんも。誰とは言わないけど。ええー、15年、ええー。KW レジです。てめえ、この野郎何やってんだよっっすぐ籠城されたんだけど。ガシャッつって。うわ、うん、そのパソコンがさ、パソコンなかったさっき。あったよ。ちょっとそこにあるでしょ、師匠。2冊というか、2本というか。やっぱプライバシーの問題です。その人から、そう、いろいろ受け継いでるから。うん、これこれこれ。ね。これが初代だったの。で、こうやってやって、こうやってやっていったの、こうやって。そしたらぶっ壊されて、もう、こことかガシャガシャに割れてるでしょ。これだから雨、水、パソコン水が中に入るからね、これ。レッツノート。これは？これは Mac。これはもう配信向きじゃない。絶対ダメ。あ、そう。これはステッカーとかデザイン作るときのパソコンの。わー。で、アルミボディだから、外配信できない、これは。すぐ熱でやる。それでこれ買ってもらったんだもん、リスナーさんから。へぇー。え、リスナーさんに買ってもらったの？そうだよ。初めて、その、初めての、そう。あ、でも重いよ。重いよ。だから、今こんないいパソコンできてるけど、最初はもうこれで、うん、もう本当に、ずっと外配信してた。へぇー。こういう歴史ある、これは。すごーい。そう。YouTube で見た？うん。そう。KW の門を突破した配信者は、鶴の神と和道と鮫島の3人しかいないから。最新部まで、最新部、なんか、その、籠城が得意なんだけど、そう。鶴の神が最後の門を突破できなかったんだよね、最後まで。うん。はい、和道2。これ何？違かったメーカー。いや、いいん。俺はタリーズって覚えといてくれる。間違いない。タリーズか。うん。タリーズ。うん。じゃあ、スマホスタンド配信をしよう。うん。うん、スマホスタンドを買いに行く配信。うん。うん、しよう、しよう。オッケー。うん。うん。かいいな。うん。卓上スタンド。どれくらいのスペースあんの？その机とかは。机広いよ。ネイルやるあれだから。うん。どれくらいの幅スペースある？その、置ける。横幅こんくらいの、縦幅倍、うん。じゃあそこに置ける。ちゃんと。置ける。うん。オッケー。うん。あ、方面了解。また。いいね。それで新宿で解散にしようか。そうだね。うん。大丈夫？時間。明日の予定何時からの？あ、12時とか、あ、何時だっけ、うん、結構遅めにしたから1時2時だったかな。でも、いいじゃん。口実ができたじゃん。1ヶ月に最低1回俺の家に来てコラボする口実ができたんだから。ああ。
でしょ、うんうんうん、最低1ヶ月に1回必ず会えるっていう。うん、解放ほら、ハートくれた。ありがとう、スイッター。ありがとう。うん。うん。そうそうそう。ありがとうございます。ツイッターでリツイート。ありがとうございます、キューピーさん。ありがとう。よし。じゃあ、うん。いや、大事でしょ。だってさ、俺さ、あれだぜ。あの、中堅配信者に1ヶ月1回売名できるチャンスとか俺若い時なかったよ。もうあったらよかったもん、なんか。もう例えばさ、中堅配信者、当時で言ったら誰？野田総理とか、ちょうど中堅ぐらい？俺がデビューした時は。橋本くんとかが大手になりかけてたとか、野田総理も中堅扱いだったんだよ。の家に毎日、美味しいでしょ。羨ましいよ。うん。ある意味、配信者としては、いい条件でしょ。うん。プップクブーだよね、ほんとね。プップクブー、うん。ありがとにゃん。にゃん。攻めよう。いや、ありがとう、こんな。マジで。いや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 。これ、賞味期限切れてるけど、これ家で飲んで。うん。あ、ネスレブライト、ありがとう。うん。うん、1ヶ月切れてるけど。あ、大丈夫、大丈夫、うん。うん。あのね、女はね、匂いと味で確認して大丈夫であれば食べちゃうから。俺だから昨日びっくりしたよ。うん、あの、冷凍のさ、カルビとかさ、イカとかさ、うん、チンして食べたら腐ってたかんね。冷凍食品って腐るんだな。びっくりしたよ。冷凍食品のカルビマヨネーズ口に入れた瞬間やべえと思ったもん。マジで。賞味期限見たら2年前だったからね。マヨネーズはやばいかもね。冷凍食品って永遠に食えるもんだと思ってたもん。カルビマヨネーズ。マジでやべえ。そういえば、電気代払ってなくて何回か落ちたなと思って、うん。ちょっとやばかった、カルビマヨネーズは。どんな味すんの？いや、だからもう、なんつうの、うん、フランシューっていうか、牛、なんか、死体の、本当に。やーだ本当にやだ口に入れた瞬間、ってなったもん、本当。へぇー。マジでマジで。マヨがやばかったな。マヨマヨネーズと、え、冷凍食品どれくらい持つの？もうそういうの本当に才能ないから。結構5年とか平気なんじゃない？ 5 年？いや、普通に、だから冷蔵庫、電気止められなければ、うん、あ、一回解凍されて腐ってみたいな感じか。うん、だからそれでダメだったんじゃない？いや、もう冷凍焼けとかじゃない。もうそんなレベルじゃないよ。もう本当に、なんかやばい匂いがしたもん。うん。二人は友達っていうか、まあ、先輩、パイセン。俺にとって友とは、対等な関係だから、ほんとに。うん。なんかピコンピコンすごいな。なんだろう。LINE が来てる。あ、撮る？うん。いや、ここで見れるから。見れる？うん、あ、そうなんだ。よいしょ。よいしょ。よし、待って。誰から LINE 来た？よし。ここで見れんだ、すげえな。うん、あとは、いい配信をしたら、リスナーさんが、あの、ね、値だったらダメだよ。買って買ってはもう絶対ダメだから。だけど、いい配信をしてたりとか、いい、もういい配信だな。面白い配信をやってさ、ファンがつくと。で、ファンの中に、たまにプレゼントくれる人とかいるから、もし、なんか、支援しようかって言われたら甘える。支援は求めちゃダメだけど。ああ。いや、支援なんてそんな、花火もね、なんかいっぱいあげてくれて、あ、そんな無理しないでいいよとか言っちゃう。うん。うん、そう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 。こじきはダメだけど、支援してくれる人はありがたく受け取るのが、やっぱこの世界だから。ああ。そう。だから、バッテリーを買ってもらい、うん、うん。よし。あ、バッテリー、大丈夫。解放、ツイッターのフォローもしたいですが、解放でいいですかって。あ、はい、解放です。解放、かっこ、7月27、画面見せればいいね。うん、そうね、4月、あんまあ、いいか。4月27だったね。ひらがなで解放、解放。はい。解放の、まだ分かってないところが、そのね、サムネがね、花お花、お花。これは、どうなんだ、ゲルゲも花でも有名になってるかな、いいのかな。ちょっとね、サムネがね、犬とか、花とか、猫とかはね、なんか、その、顔の方がいい。顔の方がいいと思う、解放は。顔、まん丸くこう、ドアップで。じゃあ、ドアップで撮ってくれる？今撮ろう。え、でもすっぴんだよ。いや、それがいいんだよ。いや、俺が一番いいと思ったの、解放、障害者手帳出して。いや、俺これ絶対いいと思うの。本当にネタじゃなくて、マジで。あれあれだよ。
さ、本当にこれサムネで大正解だっていう写真があるの。本当に、いや、これネタでも何でもないのよ。煽りとかでもないの。浅井さんもどうだったでしょ。だから、やっぱインパクト勝負みたいなとこあるじゃん。タレントはさ、例えばさ、解放、イメージして、芸能人で売れた人がいるじゃん、芸人さんで。うん、そしたら必ずやるの、免許証いじりってやるでしょ。はい、やるやる。あれだよ。いや、美味しいわけじゃん。自分もフォローしたいって。誰かさ、解放のツイッター URL 貼ってあげて。うん、これを、この写真を、これ何ヶ月前だっけ？これは半年前。うん、半年前の解放の顔写真ね。つけまついてるけど。ちょっと待って、これで隠すね、こうやって。うん。これでいい？いいよ。いくよ。ちょっと待って、ちょっと待って。これ半年前の解放なの。これでしょ、サムネ。半年前の解放。これじゃないみんな。どう思う？俺どう考えてもこれで決まりだと思うんだけど。半年前の解放ね、これ。これでよくない？これめっちゃ見たくならない？このサムネで放送やってたら。全部これで統一するべきでしょ。どう思う？俺はこの写真いいよね、解放。ねえ、そう。半年で撮っちゃったんだって。で、今この体を取り戻すんだよ。今。どう？正解だよね。みんなこれいいって言ってるよ。いや、これサムネでしょ？どう考えても。マジ？うん。いいよね。あ、あと、プロフィールとか全部設定してあげるよ。あ、お願いします。ツイッターとか分かってないから。うん。うん。あとズボンまた分かんなくなりそうだから、こっち置いとくよ。うん、これだよ、どう考えても。ねえ、これだよね。絶対これだよ。うん。ほら、みんな賛成っつってるから。あ、分かった。そう。あ、ね。恥ずかしいって思ったりとか、うん、人に見られて嫌だとかいうのあるじゃん、うん、配信とか、これだけはちょっと恥ずかしい女の子としてとかあるじゃん。ある。それをやらないやつは配信者として有名になれないから。か恥ずかしいとか見られたくないものほど率先してさらけ出していかないと。配信だってリスナーが見たいのそれだから。リスナーが見たいのはもう絶対に見られたくないことを探す旅だもんね、リスナーが見たいの。じゃあ俺が撮ってあげる、うん。うん。よし、まずこれを撮ると。うん、カメラ切り替えるよ。うん、で、まずね、閉めて。うん。で、今度はツイッター開いて。ツイッター開く。ツイッターを開く。うん。じゃあ開く。開いた。ツイッター開くでしょ。で、ツイッター。これね。編集でこれフォルダから選択でしょ。であれちょっと待って、ね、一回ちょっと待って一回待ってね。でしょ。一回ツイートからツイートさせて。はい。写真編集するから。うん。でしょ。この写真か。いやこれがいいんだよ。これだよ解放。その写真か。うん。いや、ダメよ。恥ずかしかったら負けだから。スクエアかな。ちょっと待って。今、綺麗に加工、綺麗に切り取るから。うん。うん、いいね。いいじゃん。ドアップ。いいよ。ドアップ。いいよね、ほら。はずい。これはちょっとなんか、いいよね、なんか。いろいろといいよね。良くない？これ、ちょっとつい、解放だって一発でわかるよね。はずいよ。これでいいんだよ、これでいいんだよ。超はずいよ。美肌加工しといてあげるから。うん。うん。美肌加工いいや。これでいこう。これいいよ。ツイートするわ。うん。で、イメージ変わるわーと、ほら、いいね。良いです。良いの？これ良いの？そうなの。配信会は、その、おしゃれとかいらないの。その、綺麗さとか。それは内容で伝えるの。わかる？トークとか、うん、そういうので伝えていくの。ちょっと待ってね。そう。まずはインパクトだから。まずはフォロワーよ。インパクトあるでしょ？なに、この人ってなるじゃん。うーわーそう。インパクトだから。うん。うん。これでいいんだよ。うん。ちょっと、こっち側な。ちょっと待ってね。
俺が全部変えてあげるから。うん。うん、いいんだよ、これで。これでいいんだよ。こういうのが面白いの。これ、これ面白い。これだよ。ねえ、ツイッターこれでしょ。これ、これが、これが配信者のツイッターなんだよね。どんだけだよ、どんだけだよ。わかる、ほら。ねえ。いや、今の方がいい感じってある。え、ツイ、え、なに、シンさん？じゃあ、今の方っていうのは見た目のことよ。俺も言ったじゃん。今の解放の方が、あの、解放らしくていいよって。多分見た目のことを言ってんだよ。じゃあ、俺が言ってんのサムネの話ね。うん。これはもう配信者ですよ、これは。立派な、ほら。おい、小池みたいな。ねえ。よし、じゃあ、続いて、ふわっちの、ふわっち。うん、ふわっち。ふわっちの、どれ？どこにあるのアプリ？ふわっちはね。大正解だ、これ。ツイッター。大絶賛されてるよ。いいねしてくれた。あなたもさん、フォロー。いや、今、フォローバックとかしてる場合じゃないから。うん、それは家帰ってやるの、そういうの。そういうの、寝る前にやる作業だから。エゴサーチとフォローバックは、うん、そう。LINE じゃない、LINE じゃない。ふわっち、ふわっち。そう。そういう、なんか、もうそういう、細々とした作業はね、後でやるって。配信中やらない。ふわっちのオレンジ。ふわっちのオレンジ。そう。これを開いて。まあ、もうこんなね、こんなネイルと、こんなネイルと何猫、うん、にゃんこ、これダメだよ。こんな、これじゃあね、やっぱね、伝わらない。解放の良さ。ネイリストやってますっていうのと猫が好きですって。違う。解放の武器はそこじゃない。俺が大丈夫。ちょっと待って、うん。俺が全部、もう、配信者として正解を出していくから。なんかわかる気持ちわかるよ、俺。気持ちわからなくはないの。にゃんこかわいいよね。にゃんこかわいいよね。そう。やっぱり綺麗に見られたいとか、あるね。ネイルとか、いろいろあると思う。うん、でも違う。そこじゃない。そういうのは、徐々に伝えていくもんだから、あそう徐々にね。怖いよ。いいんだよ。これが、怖いよ、それ。これが配信の正解なのよ。怖いよ。こう笑える？笑い、やっぱ、リリー・フランキーになりたいんでしょ？リリー・フランキーに。女版リリー・フランキーにはなりたいけどさ。やばいよ、その人。ちょっと待ってね。やばい、この人。これ、解放の偽物出てきてもおかしいぐらい。うん、これいいよ、解放。ねえ、いいよね。ネイルとかはもう被っちゃうのよ。ああ、またみたいな。もうみんなネイルじゃんとか、もうまたお花じゃんみたいになるから、じゃあじゃあやっぱり、オリジナリティ。誰もできないことをやる。あのお花、バリ風の、さっきのお花、バリ風の時に刺してたお花、耳につけてた。いや、もうそういうのはいらない。もう見慣れてて、はいはいってなっちゃうのよ。解放はもっと、世界観があるから、解放らしさが。うん、そう。俺の放送重いの。解放感。解放感。うん。ちょっと待って。行くよ。例えば、こうやって開くじゃん。うん、で、行くよ。うん。これ音切ってる？切ってる。切ってる、大丈夫。あ、音出してたらダメよ。切らないとダメ。うん。一番最初に教えたことだよ。配信中は、サボちゃんダメよ、サボちゃん。サボちゃん、今俺が打とうと思ったのに、サボちゃん。ダメよ、美味しいところ取ったら、サボちゃん。でもほら、目立つでしょ？目立つ。花は目立たないけど。目立つ。ほら。ドカーンってくる。みんな真似したくなるでしょ？これだよ。ドカーンってくるでしょ？これで笑い取れるんだよ、だって。ドカーンってくる。ドカーンですよ、このインパクト。うん。サボちゃんダメよ。大丈夫、うるさい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 。これですよ。ちょっと待って。何これ。あ、なんかね、たぶん。こんにちはとか書いてね。はい。これですよ。わかる？このミュールのサムネとか見ても何も思わないでしょ、これ。ん？ミュールのサムネ見ても。まあ、スルーしちゃうから。可愛いと思うよ。いや、可愛いと思うけど、ほら、ゴンタとミュール、もう丸かぶ、ゴンタなのかミュールなのか、どっちかどっちかわかんないの。あー。でも、これ、解放はもうどう見ても解放だからね、これ。これ、固定だよ。これ絶対変えちゃダメだよ、ほんとに。わかった。うん。これは絶対受けるから。これでいいの、こんばんにゃ。もういいじゃん、こんばんにゃって。ほら、もうインパクトがすごいよ。ほら。もうどこの、どこの、みんな笑って。
どこでコメント打っても笑ってくれるよ、これ。どこでコメント打っても、いいよ。もうほら、アイコンに勝てるぞ、これはって。ほら、ほら、二人いる。もういいよ、これ。逆に、自分のリスナーさんはこのアイコンにしてってやりな。もうコメント欄これで埋まったら怖いよ。怖い、なんか来たってなるぞ。事故だ、事故。いいよ。これがプロデュースだよ。ほら、フォローしましたって言ってもらってほら。ありがとう。ありがとう。うん、笑っちゃった。綺麗な人もダメなの、これ。綺麗な人もダメなの。鼻とかもダメなの。やっぱ、かわいいねって、なんかドレさんみたいなのが寄ってくるだけだから。うん。そう。こんなのよりも、ね、やっぱね、この、証明写真。あの、病んでる証明写真。すべて、そう、病んでる証明写真。すべてをさらけ出していくスタイル。いいね、解放。恥ずかしい。よっしゃ、まずサムネは整ったでしょ？次なんだ。ほら。面白いでしょ？自分で面白いでしょ？面白い。だってさ、自分でさ、この写真見たらこの人何なんだろうって。やばい、やばいやつ出てきたと思う。うん。やばいね、これ。ワドツーってもう笑ってんだよ。何ほら。うん。いいよ。サムネは整ったでしょ？じゃあどうしようかな。もうみんなも、ドレさんみたいのがやってくる。そうだよ。そう。よし。続いて、サムネ整って、しまって。カイホのツイッタープロフィール見てみるか。ツイッター、よいしょ。カイホ、まあまあまあ。ああ、いいじゃん、もう超インパクト。ツイッターいいじゃん、これ。強いよ、これ。強い。うん。強すぎる、うん。いいね、いいね。これね、退院したての頃だね、去年入院して。いや、いいよ。ほら、解放ほら、グレート、おめでとう。ああ、ありがとうありがとう、花火ありがとう、ね、プップップーありがとう、にゃん、うん、いいよ、解放。どんどん行こう。子供と寝る。そう、インパクト勝負だから。ほら、カズさんも、ほら。あ、ほんとだ、気に入った。ありがとう、うん、ほら、見える解放じゃないんかい、そこは。うん、あ、グレート、ありがとうございます。サムネ整ったと。次は何が必要だ？解放。次は何？ゆっくり配信者として。うん。あれだ、終了画面もあれにしないといけないから。あ。そう。終了画面、配信が終わった瞬間にあの解放の顔になるように設定しとこう。そんなんできんの？それで笑いを。だって、次枠でーって言っても笑いが取れるってすごいでしょ。ちょっと待って、配信のアプリは。もう配信画面終わった瞬間にその顔が出るようにするわ。終了画面ね。あれ、一番病んで、うん、3、4ヶ月入院して退院した日の写真だよ、あれ。うん。これにワドを込みだから、あ、ごめん、マーユ行かない。うん、行かない。ただ、え、ちょっと待って、俺の写真で放送やってんの？いや、違う、なんか。ちょっと待って、俺びっくりしたんだけど、解放、あの、配信画面、俺なんだけど。いや、あの時、かっこいい写真だったな。この写真かっこいいな。これ送ってよ。うん、あ、いいよ。てか。写真うまいね、ほんと。任してよ、だって、うん。俺の超イケメン写真なんだけど。これかっこいいんだ。写真はセンスあるんだよな、解放。うん、ちょっと待ってね。うん。終了画面。デザインだっけな。ラジオ放送、終了画面あったあった。ちょっと待ってね。うん。ライブラリーから選択。これだよ。それまた行くの？これだよ。ドーンって。終了。今度終了は、終了は楽しみだから、うん、これは俺、あの、みんなに言わないで。うん、あれ？いや、これ終了画面面白いでしょ？こういうことなの、分かった。これはちょっと恥ずかしすぎるかもしれないから。ちょっときつい。ね、分かった。じゃあ、どっちがいいの？これにしよう。うん、これでいこう。これで、セクシーさ、これでいいや。だから、これ、こうしたら、今日の放送見たくなるわけじゃん。家配信で。どんな終了画面なんだろうって、こう、ファンが来るわけだから。そっかそっか。うん。もう、笑いすぎて泣いちゃってるよ、もう私。いいよ。ちょっと、あと、これ、LINE 送って、この写真。あ、分かった。俺に。LINE ちょうだい。うん。あ、いいよ。拡散ありがとう。あ、ルビーさん。あ、ルビーさんじゃないよ。レビーさん。浜崎さん、ありがとうございます、拡散。すいません、ありがとうございます。いや、いいよ。うん。その写真はもう撮っておかないとダメだよ、鉄板で。あ、もちろん。うん。それも商売道具だから。うん。うん。いいねー。
どうしようかな。これだ。今送るね。うん。見て。あ、いいじゃん、いいじゃん。センスある、センスある。ありがとう。これでいいね。後で見とくから。うん。うん。エリさん、こんばんは。よし。じゃあ、どうしようかな。外配信で、そろそろ行くか。準備できてる？うん。あの、これ飲み干して、うん、すすいで、あの、浅井さんにあげれるように。うん。一服してから行こう。そうだね。うん。一服してから。うん。で、準備して、俺も、新宿行くから。うん。うん。そこで解散ね。うん、わかった。オッケー。うん。いやー、いいね。いいね。うん。家政婦は見たみたいなインパクト、ね。は、うん、はずいよ。いや、超かっこいいんだけど、なんか。うん。いろんなメッセージが伝わってくるよ。このサムネから。うん、こいつ、一味違うなっていう。ヤンデル州？ヤンデル州とかじゃないよね。もうなんか、カリスマ感。ほとばしる。うん。解放いくつだって。解放ね、42で、うん、7月の27日に43になるよ。いいよ。43。うん。うん、いいよ。愛子を超える。だから、俺が少しちょっと温めて、金梅さんとか誰かにバトンタッチしようか。母さんこんばんは。ただね。ありがとう。だからね、うちのポケモンはね、ちょっと癖が強いからね、他のブリーダーが、ちょっと俺違うなって、ぶるっちゃう可能性があるの。うち、俺がコレクションするポケモン闇属性だから、基本的に。だからね、他のね、タイプの、なんか、ノーマルタイプのブリーダーがちょっと嫌がる可能性があるんだよ。え、愛子さんのサムネってどうなの？うん。私、愛子さんを入院してたから全然。わかんないんだよね。わかんないの。だって、荒野もそんな有名じゃなかったでしょ？初めてとつ行った時。ああ、そうだね。ちょっと有名になり始めたぐらいでしょ？うん、なんかうん、新八丁さんに、床に涙ぼとぼと流して、うん、すいません、すいませんって謝ってた頃の、はいはいはい、売れ始めだよな。だよな。うん。そう、今じゃねえ、もうぶっちぎりだもんな、荒野も。いや、だから、ちょっとリベンジしよう。荒野はライバルだから。同期だからね、荒野。同期。そう。あ、まあでも先輩だよ。先輩じゃないよ、俺からしたら。1年目は同期だから。要は年度だから。年度で言うと同期。先輩じゃない、それは。ふわっちでさ、愛一個で探せば出てくるの？うん、まあ、愛一個っていうか、うん。愛に子供の愛子？いや、同期だよ、荒野と。俺は正直、荒野は金梅さん寄りだなと思ってたから、そう、俺は、解放を、ちょっと、ぶつけるわ。ロングスパンで考えてるから。長いスパンで考えたら勝てるから。荒野。閲覧爆発。うん、大丈夫。最後に笑おう。うちはロングスパンで行くから。愛子山で出る。愛子山？うん。うん。よし。みんながね、和道リスナーが育ててくれるから、大丈夫。みんな教えてくれてありがとね。うん、私何にも知らなくって、スマホの、うん、あと、そうだ、ロハコさんって有名な人がいるの。ロハコさんは名前だけ知ってて。ロハコさん有名なのね。で、ロハコさん、うん、体が悪いの。うん。半身がちょっと麻痺してんのね。どの愛子さん？ちょっと最後まで聞いて。はい。で、半身が麻痺してて、部屋が片付けられないの。あ、やった、私片付けるよ。わしゃ、ひゃ、はーっつってたのよ。私片付ける。お、ロハコさん見てる？いいじゃん。ロハコさんとコラボ、どう？ロハコさんと解放。片付けるよ。ねえ。これはだから、その、今熱いポケモンと、最近、ちょっと、オーキド博士に預けてるポケモン、これ、どう？俺、ロハコさんとなんか、仲良く、アイコ仲良くなりそうな気がしてきた。うん、ひらがなでアイコ山。うん。これじゃないってこと？いや、これ、一番上のこれ。一番上。うん。フォローしちゃった。うん、フォローでいいの。通知は、本当に好きな人だけじゃないと、ピコンピコンになる。でもちょっとしてみたい。うん。あ、そうね、最初はね。知りたい。うん。よさげだよね、なんか。ちょっと。あ、ロハコさん、ち、うん、片付けるよ。うん。私。そうだよ。うん。うん。鈴いらっしゃい。ねえ。もしかしたらなんか噛み合う可能性があるから。で、それこそさ、そっからさ、なんか閲覧爆発して、俺横山みどりが出てくる流れ見えた。そしたら俺みどりさんにバトンタッチするわ。うん。それでよくない？
もしかしたら、なんか、あ、俺、そうか、解放どこかの匂いがするって言ったら、暗黒にも、もしかしたらっていう可能性があるからね。緑さんが欲しかったら、ちょっと、緑さんに育ててもらうかもしんねえわ。うん。よく出る横山緑さん。ニコニコ生放送に解放が出てる、公式に解放が出てる姿が見えるわ。3年後。3年後に雑談生主のニコニコ生放送の公式でひろゆきと対談してるのが見えてきたわ。うん。ニコ生属性もちょっと入ってるよね。可能性が見えてきたよ、だんだん。解放の配信者としての可能性が。おぉ、うん。ちょっと、いろいろな展開が見えてきたな。うん。私全くわかんないけど。確かにね、金梅ファミリーっぽくはない。ちょっと金梅ファミリーにしては優しすぎるんだよ。解放は。金梅ファミリーはアクティブだから、ちょっと、ゴリゴリ行くから。うん。うん。よっさんとかね。うん。で、力がついてきたら遠征行こう。配信でアイテムで稼げるようになったり、余裕が出てきたら、うん、20万とか30万とか行ったら、地方のリアトツとか行こう。リアトツ町とか、沖縄とかさ。沖縄、沖縄とか北海道とか、うん、まあ、最初は、まあ、大阪がいいと思うの。あ、うん、最初は。大阪ね。うん、大阪ね、あの、知ってるツイッター、うん、あ、ノモグラフィックって名前でね、昔ツイッターやってて、うん、それが、なんか閉じちゃって、できなくなっちゃって、解放にしたの。うん、っていうか、ノモグラフィックはアーティストっていうか、もう写真とかやるときの名前、うん。ノモグラフィック展とか、うん、そういうのでやってて、うん、で、声大丈夫なんか、おかしいかな。ちょっと発声練習しとこう。わーもっといける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 あんまできなかった、うん、あんまできなかった、うん、おはようフリップ名前聞いたことあるぞ。うん。名前聞いたことあんの、うん、あー、もうアイコンが、アイコンが、うん、これ私になって、流行り、流行る？もしかしたらね、コラボの依頼とか来るかもしれない。マジで？コラボはバンバンやんな、積極的に。向こうから来たら。うん。うん。うん、いろんな人からコラボ来たら、どんどんやった方がいいよ。うん。どんどんやろう。お母さん、あ、母ですって、母です、みたいな、うん。母っぽいけど母じゃないんだな。うん、あ、帽子行っちゃった。なんだ、どんこにしですってやろうと思ったんや。どんこにし坊どっか行っちゃった、うん。大阪来てね、とほら、言ってくれてる。あ行きたい、行きたい、うん。でも女の子だからさ、それこそ止めてくれる人とかも、男はさ、うん、女の人は止めないじゃん。怖いじゃん。怖い。女の人だったらさ、一日くらいだったらいいよってなんか言ってもらえそうな気もするよね。そこ有利だよ。大阪はね、カプセルホテル泊まった。女なのに。カプセルホテル、じゃ、女子男子泊まれる、外国人とかも泊まる、カプセルホテルは。何カプセルホテルってでもこれくらいのところに入るんだ、うん、そう、狭いところ。入ったよ。それ面白いな、うん、写真撮りてえなー。カプセルホテルで寝てる解放の写真とかめちゃめちゃ面白いじゃん。なんで？うん。あ、これすすいでくる。最高じゃん。いやいいよ、カズ、それでコメント打っていいんだよ。いいね。よし。なんだっけ、何時までやってるっけ、西新宿のヨドバシカメラって何時までやってるんだろう。西新宿ヨドバシカメラって検索の話と、スマホスタンド。よいしょ。に、し、し、ん、じゅく、ヨドバシと。ロハコさんのサムネ、いいサムネ持ってるな、サボちゃん。ヨドバシカメラ。夜、ん？夜、10時までやってる。よし、いける。余裕あるよ。いい写真持ってるな。いいね。
あ、オッケー、じゃあね。オッケー。やっぱさ、解放。解放。うん。自由だな、あいつ。俺からのプレゼントで、俺からのプレゼントはスマホスタンド。スマホスタンド。で、サボちゃんからの、サボちゃんからのプレゼントで、バッテリー。だからもう配信者に必要な。で、100均の俺の広角レンズをあげたから、広角レンズ、バッテリー、モバイルバッテリー、スマホスタンド3つ。うん。で、サボちゃんの分、俺が立て替えて、今日買ってあげよう。もう、即必要だから。これは。そうしよう。それがいい。ね、サボちゃんが買ってくれるって言ったやつ、バッテリーあるでしょ、モバイルバッテリー、うん。それも俺が今日立て替えるから、だからもう、配信者と必要な人グッズは買おう、今日。マジか、うん、うん。そうしよう。そしたらもう外配信もできるし、うん、家配信でも顔バッチリこう映るし、うん、広角レンズも買ったから。そうしよう。うん、よし、解放、じゃあ。あ、じゃあ、どんこにしやろうかなと、うん。それはいいけど、うん。こんばんは、どんこにしです。うん、それ、いいどんこにしです。あら、わかった。なんだ、ウケると思ったのに。うん、あ、そんな甘くないから。ダメか。そんな甘くない。どんこにし、ウケると思ったのに。行くぞ、そろそろじゃあ。はい。外でじゃあ着替えて、ま、着替えてっていうか、あ、道具用意して。わかった。うん。じゃあ、着替えるか。スリーパーあったの知ってた自分で。うん、知らん、知らん。見っけたよ。知らん、知らん。よし。よし。あれ、俺、ジーパンどこ？え、ジーパンは、うん、俺の、あの、あの、あれがついてるやつでしょ？そこ、うん。よし、頑張ろう。頑張ろう。いや、こんなに部屋綺麗になったんだよ。こんなに。こんなに。やばくない？シャレオツでしょ。だって床があるんだぜ。通路があるんだよ。通路が。やばいでしょ。私の障害者手帳が何？障害者手帳？さっき取ってたじゃん。これがないとやばい。え？本気でない。本気でない。本気でない。障害者手帳。手帳、手帳出てきてください。手帳、手帳出てきてください。それ出てくんの？出てくる時もある。うん。出てこない時もあるの？うん。でもあれないと、あれパスも入ってるからさ。そうだよね。探しな。忘れ物はね、大変なことになるから。うん。いや、俺パンツは赤だから。うん。毎日勝負パンツだから。勝負パンツ赤だから。パフェありがとう。めちゃめちゃ綺麗になったよね。任せてよ。すごい解放。いや、これ、すごいわ。解放いいわ。マジ手帳やべえな。パフェありがとね。ゆっくり探すな。ポケットとか。冷静にね。うん。うん、よいしょ。よし。スマホスタンド、バッテリーってさ、なんかおすすめのやつある？バッテリー、モバイルバッテリー。うん、俺さ、パソコン勢だからわかんないんだよね。うん、テント張ってた？何の話？よいしょ。なんかモバイルバッテリー、メーカーどこのがいいとかあんの？本気で手帳がない。本気でない。テーブル。いや、テーブルないよ。さっき写真撮ってたよね。撮ってた。ないよ。ないけど。
長が怒ったのかな。そしたらこの前、うん、ワドさんに、うん、1500円分のスイカがあるから移動はできんだけど、いやでも障害者手帳なんかだったら病院とかいろいろ困るから。そうだね、うん、ねえ、なくすわけない。冷静になって。あった。あんたんかい。落ちてた。落ちてた。落ちてた、ここだよって。ソニーのか。よいしょ。私これしればりょ料理じゃないや。準備完了。俺パソコンの準備があるからちょっと待って。分かった。ちょっと5分ぐらいかかっちゃうかもしれないけど。うん。スマホの、いや、いいね、開放。いや、部屋マジでいいな。綺麗な部屋は運気上がるって本当だな。開放が俺の部屋の運気上げてくれたわ。店員に聞いたらわかるか。まあでも、初心者だから、そんなに外配信やらないと思うんだよね。まあ、まあ、そこそこのアンペアあれば大丈夫でしょう。いいね。ね、通路できたね、綺麗になったね。いや、超ありがたい、ありがとう、ほんと、介護。マジで嬉しいわ。で、防災用のライト、ここに、二つちゃんと。ありがとう、ありがとう。一番危ない時に。それね、防災用ライトと見せかけて、心霊配信用なんだよ。あ、そうなの。心霊配信やる時のアイテムだ。へぇー。あと、ペットボトルと、缶、うんうん、は、玄関元にある。ペットボトル、あ、ありがとう。うん。うわ、ここも綺麗になってる。綺麗でした。すげえ。できる限りだけど。いや、マジで解放ありがとう。いいえ。よっしゃ、行こう行こう。うん。いや、解放いいやつだな、マジで。え、その褒めて褒めて落とされるわけじゃない。大丈夫。いや、そんな、いや、裏切らないでしょ。こんな、頑張ってるやつは裏切られねえでしょ。うん。3000アンペアぐらいか。みんなありがとうね、解放に。よくしてくれて。こんなに解放の株が上がると思わなかったわ。私もびっくりだよ。いや、こんな綺麗な部屋久々だ。なんか半年ぶりどころじゃないな。超懐かしい。え、住んで何年なの？住んでもう3年ぐらい経つかな。4年経つ？ 3 年か4年経つね。ジャック・ダニエルのポスターとか貼る感じはやっぱメンズだね。店で貼ってたんだよ、それ。あ、うん。解放、俺の財布は？え？知らん。え？なんで俺の財布知んないの？え、そこら辺の、でかいやつ。あったあった。解放、解放、これ入らないよね。どう？入る？あ、それあげる。ありがとう。うん、それ買ったんだけど、うん、あのね、高円寺かどっかで買ったの。うん、だけど、俺、使わなくて、結局。あら。それ、バリ風だから解放合うよ。あ、アジアン雑貨で買ったから、ちゃんと別に変なのじゃないよ。うん、ありがとう。うん、それ一回も使ってないから。うん。うん、いや、一回も使ってなくも、いや、使っててもありがとうだし、使ってなくてもありがとうだよ。うん、財布持った、携帯持った、これでいいかな。お疲れ様でーす。よいしょ。今からね、解放っていう配信者の、バッテリーと、なんだ。いろいろ買いに行きます。スマホスタンドとバッテリーを買いに行きます。リスナーさんのサボちゃんからのプレゼントです。
そう。すぐ手に入れた方がいいんで、僕がもう速攻プレゼントして立て替えて買います。僕からはスマホスタンドをプレゼントします。うん、よし。いいか。え、カブトムシ取り行くの？いいね。いいね。よし。じゃあみんな、お疲れ様です。次枠行きまーす。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。